皆さんご機嫌ですか？どんぶきぼうです。突然ですが、皆さんはエロいですか？今日の動画は下ネタが含まれてるとかそういったレベルではありません。もはや下です。下ネタが苦手な方は今日はここでさようなら。下ネタ大好きっていうやからのみこの先にお進みください。広告がつかない？知るかそんなもん、クソくらえだ。ちなみに私は仙人様みたいなもんなんで、エロいとかそういう概念は全くございません。ですので、ビーボーのエロ、ビーボーの変態とかいうコメントは絶対にしないでください。いいですか？絶対ですよ。というわけで今回は大人のビデオのタイトルがパクリだらけだった件について突っ込んでいきたいと思います。それでは行くぜ変態ども、ポチッとな。こちらターミネーター、いや、かっこいいよね。シュワルツネッガー最高だよね。なんと、これをパクった大人のビデオがあるそうです。それが、こちら。はみ出た。何がはみ出してるんでしょうかね。I'll be fuck。下水にも程がある。世界的有名な作品、ハリーポッター。その人気は、令和になった今もとどまることを知りません。これをパクったのがハリー・ホッターとスケベな椅子。何を掘ったんでしょうね。スケベな椅子ってどんな椅子でしょうか。もうわかりません。しかしこいつ、なんとも絶妙な笑顔してるな。続いてはこちらも世界的人気 SF 映画の頂点、スター・ウォーズ。したいウォーズ。何がしたいんでしょうね。もう今日の動画絶対広告つかないよ。もうやりたいようにやってやるぜ。アクション映画といったらやっぱりこれ、ランボーでしょう。インランボー。インランダボーってどういうことでしょうかね。僕にはよくわかりません。誰もが涙した名作、タイタニック。運命の巨乳、パイパニック。もう語呂が良すぎる。パクリといえどネーミングセンスが神すぎる。俺もパニックになりたいぜ。おっと失礼。特殊メイク、 CG 加工が神がかってる作品、アバター。おまた。もう考えたやつただのバカだろ。でもそんなバカなお前らが大好きだ。これぞ英雄、ロビンフッド。ロビンフッドい。何がふっといんでしょうね。カタカナからのこのだらしのないいいよ。もう人類のエロにかける情熱は果てがないぜ。映画歴史を揺るがす超大作、アベンジャーズ。アベンジャーズ。ごめん、これは予想できた。この緑の存在感がすげえ。正義の雲野郎、スパイダーマン。おっぱいダーマン。いや、さすがに無理があるだろ。どうした、急に手抜きになったな。お前らのエロにかける情熱はそんなもんじゃねえだろ。歴史的大ヒットとなった君の名は。おっと、ここに来て初めて邦画が出てきたな。君の名は。やればできんじゃねえか。そうだよ、そういうことだよ。想像力をもっと膨らませていこうぜ。ポケモン GO。なんとここに来てゲームが出てきた。パックモン GO。 このピカチュウえぐいな。こいつの繰り出す技は見たくねえ。日本で最も熱いサラリーマン、サラリーマン金太郎。サラリーマン金太郎。もうただのセクハラ。ありがとう金ちゃん。じゃねえよ。ラストはアメコミの実写版映画、アイアンマン。マン。クオリティが高え。鉄より硬い意志と股間で世界を守る。うん、どうやって？勢いに任せてクソみたいな動画を作ってしまいました。このジャンルまだまだ題材はあるんだけど、2段目いく？リクエストが多かったらそのうち2段目作ります。ていうか他のツッコミ系 YouTuber も誰かこのジャンルに手を出してくれないかな。ネタに困ってるツッコミ系 YouTuber の皆さん、動画待ってます。